ください。こちら何をするのかというと、こちら佐々木朗希投手が三振を取った際に、こちらを K というのは三振というですね、こちらを掲げてナイスピッチという思いをみんなで一緒に、分かち合おうということで、この K ボードを掲げるイベントを行っております。それでは皆さん一緒に三振を取ったと仮定して、この K ボードを上に掲げる練習をしてみたいと思います。それでは皆さん、この K ボードをご準備ください。それでいいですか、ちょっとやりますよ。マークも元気によくお願いしますね。それでは行きましょう。いきますよ。佐々木朗希投手投げました。内角高め、素晴らしいピッチングです。ストライクアウトという形ですね。いいですね、素晴らしい形でできました。じゃあもう一度やってみましょう。いきますよ。ロッキー投手投げました。 There we go, Rockies strike out。 はい、ヒット。はい、素晴らしい。皆さん、たったこれだけです。佐々木投手が三振を取った際は、ぜひこの K ボードをみんなで一緒に掲げて応援をしていきましょう。で、今日はこのステージに萌実とマークも来てくれましたが、お二人もありがとうございます。さあ、続いてのトピックに行ってみましょう。今シーズンの新年度、ディアバースデー、コンクラスワイルドロッテ、マリンズ選手、そして今日、